湾の埋め立て工事、湾ニュータウンは、香港にあるニュータウンの一つである。深海に属しながらも、香港の中心市街地に位置する唯一のニュータウンであり、都市再生局の管轄である。ニュータウンの領域には、湾区、青谷奥の湾、青い湯、静島、馬安、金沖が含まれる。面積は、約32.85ヘクタールにも及び、砂田、ニュータウンに次いで、 香港で2番目に大きい。また、香港政府の推定では、2012年時点での人口が81.6万人に達しており、香港最大の規模である。1961年、香港政府は、香港発となる、ワンニュータウンの開発を公式に発表し、以降の深海の都市開発の幕開けとなった。2011年、ワンニュータウンは50周年を迎え、 9月16日には、園芸学院の主催により、ランともえック海峡で花火大会が催された。また、一つのニュータウンが二つの行政区にまたがっていることも特徴的であるが、これは開発開始段階では、青や青くがまだバンクから分離していなかったためである。他のニュータウンには、あるサイクリングコースが存在しないため、建設が検討されている。ワンニュータウンには、 ニュータウンの中心となる地区が作られていない。これは、開発時期が古いためと、ワンとアオイユーが山によって隔てられ、聖衣島と深海が、ランとモエロック海峡によって隔てられるなど、地形的制約があったためである。したがって、開発計画では、ワン、アオイユー、聖位の3つの中心地区が設定され、この3地区の中では、ワンが、面積、人口ともに最大のため、 現在では、ワンが中心とみなされている。これは、同時期の第一代ニュータウンであるスナデン、ニュータウンやタムロモン、ニュータウンにも見られない特徴である。2011年現在、ワンニュータウンの人口は81.5万人に達しており、香港全体の12%を占める。ワンのスカイライン下の白い建物が、ワンプラザニュータウン内で最も人口の多い地区である。 ゾ尾山地の南、青地の北、海ミ路の東、特殊古道の西のエリアを指す。正式名称は、湾、中区。主な道路として、東西方向には、青山航路、砂粗道、洋谷道、南北方向には、特殊古道、周安街、大稼道、大誘道、その他に関門口街、川流街、湾街市街、海街、長和街がある。 地区内の商業施設は、ニュータウンと共に開発されたものと昔からの市場が混在している。湾駅付近の大河道や青山航路には新しいものが多く、一方で、道徳が濃い周辺には、古くからの商店や中規模の商業施設が多い。代表的なものに、南豊中心、豊中心、近中心、緑大河レリア、深中心、グランドシティプラザ、 ディスカバリーパークがある。また、ワン西駅周辺では沿いようや道沿いが栄えており、ワンプラザ、シティウォーク、ニーナタワー、スカイラインプラザなど大型のショッピングモールが並ぶ。周安街一帯は古くからの繁華街となっており、周安街、湾街市街、砂そ道沿いには多くの宝石店が並んでいる。そのため、周辺に開発されたカラーワン、太鼓輝き中心。 パンダプレイスと共に、ワンダマ宝金食房と呼ばれる。区内には、ワンガイシ、強者街ガイシ、洋や道外市の3つの公共市場があるほか、道徳が恋、強者街塾食中心、砂素道、三肥房、四肥房、第、外には、多くのレストランが並ぶ。区内の公共施設としては、ワン政府庁舎、ワン公共図書館、ワン裁判所、ワン区役所、ワン公園、 湾体育館、人沈み病院がある。湾には、港鉄、湾線の湾駅と西鉄線の湾西駅の二つの主要駅がある。両駅の周りには、それぞれ大規模な歩行者専用道のネットワークが形成されており、2013年に大稼働と青山航路が結ばれたことで、二つのネットワークがつながることとなり、現在では、 香港最長の歩行者専用道として知られている。青いユのスカイライン。青いユはもともと湾区に属しており、政府は公共施設のほとんどを繁華街であった湾区の中心、湾に置いたため、青谷奥として独立した後も発展が遅れる状態となっていた。区内には青谷尾劇場がある。現在の中心市街地は中青いーや 水手湾の埋め立て地上にある大松室井で、この地区には、港鉄の青井薫駅や青井京駅があるほか、沖吉寺、青井遊道が通っている。青井薫駅周辺の青井遊には、商業施設が集中しており、メトロプラザや、オフィスビルと、セットになった、青井遊プラザがある。沖吉以外にも、店舗やレストランが集中しており、人通りも多い。区内からは、元明、トンモン。 天水河い、乱太島北部、砂田、北青湯、霊景、西衣島などへのバス路線が出ており、港鉄の西衣駅が設置される以前は、西衣島南部の住民がバスで青い香る駅までやってきて、ここで湾線に乗り換えていたため、交通ハブとしての役割も果たしていた。地理的に見ると、香港の中心は青い香るの青い湯運動場にある。 青井薫エリアの公共施設としては、青い聖遊泳地、青い遊運動場、南青い遊馬会新所、警察署、青い青劇場、職業訓練校などが存在する。また、青い遊の政府庁舎には、青谷屋議会、青谷屋民政事務局などの行政機関が入り、南青い遊公共図書館なども入る。青い教育からは、 大連肺の工業地区や九流貿易センターを結ぶ歩道橋が設置されている。聖医の海岸聖医島は湾や青い湯と異なり、開発が遅れていたため、完全にニュータウンとして都市が建設された。新田尾駅周辺にニュータウンの中心地区が置かれ、マリタイムスクエア、聖医公園、聖医海浜公園、主要な公共施設、娯楽施設、行政施設などは、 駅を中心とした、聖移合寺回路、青高市寺、風樹下路の界隈に集中している。この地区には他にも、聖移行政ビル、聖移地区病院、聖移運動場、聖移遊泳地、警察署、消防署、聖移合寺委員会、多くの住宅が置かれる。聖移駅からは、港鉄の通勤列車で、香港島や九龍。 乱闘島と結ばれており、地上回線に乗れば、香港国際空港へもアクセスできる。また、聖衣からは、島内各地区や、北区、砂田、元明、ら、トンのほか、湾、青いユー、深谷、馬湾等を結ぶ、バス路線が充実している。ニュータウン南東部の長期時には、工業団地を有する。深海には200メートルを超える高層ビルが8つ。 存在するが、そのうちの6つは、ワンニュータウンにある。ワンアオイユーセイ,イワンアオイユーセイ,イワンアオイユー、セイアオイユーセイ,セイ文化施設都市公園公野公園ビーチ、プール陸上スポーツ施設、ワンイマフーロ、迎え近畿園下。東方日報。 http://orintaldail.on.cc コロンススララッッシシュュスラッシュ cn t スラッシュニューススラッシュ20110916スラッシュ 001760477HTML2011 年9月29日、閲覧。ワンイタリタムロモン単社系の監査研究校、始順、グーグルマップ。ありがとうございます。